便秘、ぽっこりお腹がすっきり改善、腸内環境が整って痩せる体質へと生まれ変わります。腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは便秘でいつもお腹が張って苦しい、またはぽっこりお腹をいつも洋服で隠してるなんてことないですか？今回はそんなお悩みを全部解決することができる痩せる水の飲み方、この方法を生活習慣にするとあなたの腸内環境が整って辛い便秘やぽっこりお腹もすっきり改善、お肌もツヤツヤ、体調も良くなる魔法のダイエット法なんです。実際に私のクライアントの方もこの方法で1ヶ月でマイナス3キロになりました。吐くほど辛かった頭痛が全く出ない、昔のジーンズが入りましたという嬉しいご報告いただいています。ぜひ最後までご覧くださいね。話の流れは2部構成です。1、便秘ぽっこりお腹になって太る原因と、2、最強痩せる水ダイエット法、詳しくお話します。では1つ目の項目です。便秘ぽっこりお腹になって太る原因があります。主に3つ。原因の1つ目は女性だからなんです。ってこれを聞いた女性の方ショックだと思います。どうしてかというと、私たち女性は筋肉量であったり、またホルモンの影響、そして骨盤の形など便秘になりやすい要素がいっぱいあるんですね。2つ目の原因はこちら、加齢になります。30代、40代、50代、60代と私たちは年を重ねるたびに腸の動きがやはり衰えていくんですね。そこに加えて、なんと痩せ菌と呼ばれる善玉菌よりもデブ菌と呼ばれる悪玉菌の数がどんどん加齢とともに増えていく傾向にあるんです。そうすると便秘になっていって、下腹ポッコリとこういう嫌な状態になっていくわけですね。原因の3つ目はこちら、ストレスになります。あなたもいかがですか？ストレス溜めてませんか？日々ご家族のお世話、ご両親の介護、もしかしたらペットのお世話とかね、仕事、家事、育児、もう女性はいっぱいいっぱい、そういったところの人間関係のストレスであったり、またはお食事ですね。今加工食品や添加物などの体にとってストレスがかかるものを食べている方というのは、人間関係、そして中からの食べ物、外から中からダブルストレスかかってるんです。何が起こってしまうか、あなたの自律神経のバランスが崩れてしまって、その結果内臓の働きがもう激落ちします。そうすると代謝も下がる、低体温になるということで、どんどん太っていってしまう、便秘にもなってしまうということなんですね。厚生労働省の国民生活基礎調査でも、1、女性の方が男性よりも便秘になっている、2、高齢になるとぐっと便秘で悩む人が増えているという調査結果もあるんです。では2つ目の項目です。最強に痩せる水ダイエット法ということで、この項目では1、痩せる水の作り方、2、痩せる飲み方、3、注意点、この順番で詳しくお話します。最強に痩せる水ダイエットで飲むものはズバリこちら、白湯になります。白湯？水じゃなくてなんで白湯なの？と思ったあなた、大丈夫です。この白湯ではないといけない痩せるポイント5つお話します。水よりも痩せる白湯の痩せるポイント1つ目はこちら、代謝が上がるからになります。なぜか水よりも白湯を飲むことであなたの体温が上がります。なぜかというと、腸などの内臓が温まるからなんですね。体温がたった1度上昇するだけで代謝が 10% から 12% 前後上がると言われているんです。これはすごい数字ですよね。運動して代謝を上げるのが 20% 程度と言われていますから、どれだけ内臓を温めてあげることであなたの基礎代謝が上がるかということがここでわかると思います。痩せるポイント2つ目はこちら、冷え対策になります。先ほどのポイント1と重なる話にもなりますけれども、低体温のままでは痩せることはできません。もうお分かりですよね。内臓の動き、そして血液循環等々巡りが悪くなるわけです。そしてこれからの寒い季節、私たち女性にとって冷えは
大敵なんです。健康にとってもダイエットにとっても冷えたままではいいことはないということで、しっかりと白湯を飲むことで冷え対策にもなります。痩せるポイント3つ目はこちら、デトックスです。白湯は最強のデトックスウォーターです。皆さんこれは絶対に味方につけた方がいいんですね。なぜか白湯は水よりも吸収性が高いんです。そうすると内臓からたくさんのゴミ老廃物をデトックスしてくれる力もアップするんですよ。痩せるポイント4つ目はこちら、便秘解消イコールポッコリお腹解消ということになりますね。白湯を飲むことで内臓の動きが活発になるイコール腸の動きも前動運動活発にすることができます。いらないゴミ老廃物をどんどんデトックスしてくれますし、巡りも良くなって代謝が上がる。そこに加えて白湯を飲むことで便の状態も柔らかくよいしょと出やすくしてくれる効果も絶大なので、便秘の方は特にこの白湯を飲みましょう。そして痩せるポイント5つ目はこちら、むくみ改善効果になります。いくら体重が落ちても見た目がむくんだままではすっきり見えないですよね。そんな悲しいことにならないためにも、しっかりと水よりも白湯を飲むことでどんどん巡りを良くしてむくみもどんどん改善していきましょう。ではここから1、白湯の作り方、2、痩せる飲み方、3、注意点の順番でお話ししていきます。まず白湯の作り方一押しはこちらです。天然水をレンチンで1分から2分、これだけ。そしてですね、おすすめはこのフランスで取れる超香水コントレックスをレンチンして白湯にして飲んでください。だいたい50度から60度の温度で大丈夫です。このコントレックスはフランスのロレーヌ地方で取れるお水なんですね。で、周りには農薬や化学肥料の使用禁止区域になっているんですね。なので安心安全のお水です。また便秘解消に必要なマグネシウムがめちゃくちゃ入ってます。またもう一つ一押しなのが、ダイエット中に不足しがちなカルシウムも取れちゃいます。ではここから白湯の痩せる飲み方についてお話します。ポイントは一気に飲まず、コップ1杯だいたい 200ml ぐらいの量をこまめに1日かけて飲みましょうになります。1日かけて摂る摂取量の目安は最低 1.2 リットルから 1.5 リットルを目安に飲んでいきましょうね。ですので 200ml かける6回に分けて飲むとだいたい 1.2 リットル摂取することができます。なぜ1日かけてだいたい 1.2 リットルぐらいなのかと言いますと、厚生労働省によりますと人間は1日あたり 2.5 リットルの水分が必要と言われています。内訳としては食事から1リットル、体内で生成される水分が 0.3 リットル、そして最後に飲み水からは 1.2 リットルと言われています。なので目安は体型、体質にもよると思いますけれども、やはり 1.2 リットルから 1.5 リットルぐらいがおすすめです。そして次のポイントはタイミングになります。じゃあ一体いつ飲めばいいのっていうところになりますけれども、特に水分不足になりがちな起床時、また就寝前ですね、この時間帯はマスト。そしてそれ以外にこまめに飲むということで、おすすめの飲み方は食事の30分前に白湯をコップ1杯飲んでおくになります。そうすることで満腹感を充実させることができますので、イコール食べ過ぎ防止につなげることができます。ではここから白湯ダイエットの注意点ポイント3つに分けてお伝えします。その1、絶対に天然水でレンチン温めて飲んでくださいになります。めんどくさいと思ってそのままガブガブっと冷たい水飲んでしまっては代謝が爆下がって逆効果になります。必ずお水はお水でも白湯にして飲んでください。注意その2、飲みすぎです。これは先ほどお伝えした量を守ってください。飲みすぎてしまうと水中毒になります。人によっては不整脈などの原因となりますので、ぜひ持病がある方は主治医の方と相談して摂取量を決めていきましょう。注意3、ぜひ続けていきましょうになります。ちょっと飲んでやめてしまっては効果を実感することはできません。そして白湯は
あなたの健康とダイエットに今後もずっと力強くサポートしてくれるダイエット法ですから、ぜひずっと毎日コツコツ続けてくださいね。ここまで動画をご覧になったあなたはすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこの方法で3ヶ月で10キロ痩せたという方も多くいらっしゃいます。今見るだけで健康で綺麗に痩せる腸活ダイエットの方法動画4本を無料でプレゼントしています。この動画の説明欄にリンク貼っております。今すぐ LINE のリンクからご登録いただいてお役立てくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回も腸活ダイエットの観点からお話ししました。お伝えした左右ダイエットは短期的なものではなくて、長期的に日々の生活に取り入れることで必ず結果を出すことができます。左右のダイエット法は体に負担をかけません。ぜひあなたも左右ダイエット日々の生活習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。痩せ体質を作っていきましょう。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に飲んでみた、やってみたというコメントをいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。